宇と神社は、岩手県下平軍不大村に存在する神社。半世時代には宇ね神社と呼ばれていた。文礼神社も、東野市の宇ね様等11社以上存在する。吉爪北高伝説のコースの一つとされる。伝説では、史実にて、吉爪主従が落命したとされる平泉から、密かに脱出し、翌年にたどり着いた、この地で、7日、七夜にわたって、 海上安全、武運長久、諸願成就を祈り、社殿を混流し、祭典を執行するよう命じたと伝えられている。海散は、大道二年とされる。奥の宮とも呼ばれる本殿は完成四年と、明治三十五年に二度火災に遭い、神殿は明治四十五年に、拝殿は昭和八年に新築された。三門に近い側に洋拝殿と神楽殿が、洋拝殿を潜り、 山道を約30分進むと、うねとり山の山頂の一つに、奥宮が存在する。山道途中には、夫婦杉がある。樹齢は、推定約400年、樹高45メートルの大木。地面から4から5メートルのところで主観が2つに分かれて、それぞれ天にそびえている。1984年10月1日、村から天然記念物に指定された。 毎年旧暦の4月8日に行われる霊体祭で披露されるうとりかぐらは、鎌倉時代から続く山伏かぐらの一種。2015年3月2日に重要無形民族文化財に指定されている。岩手県内では他に、早地根かぐら、黒森かぐら等が指定されている。ありがとうございます。